前日久しぶりに私が運営するブログの検索ワードを眺めていたら、こちらのワードがランクインしておりました。ペンホルダー、卓球、絶滅。絶滅とかいう強めのワード。そう、要はシェイクラケット全盛の時代。しかしそんな中、中国式ペンラケットで今なお世界のトップクラスに君臨する中国の巨金選手、多彩な技で時に芸術的な卓球を展開する選手として知られています。今回の動画ではそんなシェイクラケット全盛の流れに抗うべく、巨金選手の操るペンホルダーならではの技術にフォーカスしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。卓球の物理学チャンネルへようこそ。巨金選手についての本題に入る前に、その巨金選手を相手に今回のオリンピックミックスダブルスで金メダルを獲得した準備マペア、優勝おめでとうございます。今回もまた多くの感動をいただきました。敗色濃厚の準々決勝での大逆転劇、そして世界ランク1位の台湾ペアの撃破。巨金劉詩文ペアに対してはそれまで勝ち星なしの対戦成績でありながら、今回は何かやってくれるのではないかという期待感がありました。水谷選手、そして美誠ちゃん、本当におめでとうございます。からの、今回題材として取り上げるのは、そんな前置きをしておきながら準美誠ペアではなく、まさかの対戦相手巨金選手でございます。今回はその中でもバック側の短い球に対して軽くジャンプしつつ回り込み、空中で打球するフォアフリックに着目してみたいと思います。ちょっと言葉では何言ってるかわからないという方も多いかと思いますので、まずはこちらの動画をご覧ください。攻め方はあまり変わっていないかもしれません。ただ戦術を事細かに1球ごとに変えてくるのが最強中国の選手です。止める、お互い止めている、先に払っていった。巨金の台上プレーは世界トップです。左のペンホルダー、いわゆる中国式のペンラケット、この巨金です。こちらのジャンプフリックですが、卓球の台上技術としてはかなり珍しく、インパクトの瞬間に両足が宙に浮いていることがわかります。一見すると派手で違和感があるようにも見えるこの打ち方ですが、やはりそこは世界トップランカーの技術。このような体の動きをする合理的な理由がちゃんと存在するわけです。ということで、ここでは私が考える巨金選手のジャンプフリックが合理的である理由を順を追ってご説明していきたいと思います。今回の目次はこちらのようになっています。それでは早速やっていきましょう。前置き、ペンホルダーとシェイクハンドの違い。まず大前提として、シェイクハンドとペンホルダーでは手首の位置を固定してラケットを握った時に、ラケットの面が向く方向とラケットヘッドの向く方向がそれぞれ異なります。手首を固定した人形にシェイクハンドとペンホルダー、それぞれのラケットを持たせた場合、ラケットの面が向く方向については約45度、ペンホルダーの持ち方によっては最大約90度までラケットの面の出方が変わります。そしてラケットヘッドの向く方向、こちらも同様の条件で人形にラケットを握らせた場合、シェイクハンドの場合はラケットヘッドがやや前方を向くのですが、ペンホルダーの場合はやや後方を向いていることがわかります。このようにシェイクハンドとペンホルダーではラケットを握った時にラケットの面やラケットヘッドの向く方向が異なり、それが細かい技術のやりやすさややりにくさに影響を与えております。これについては過去の動画でいくつか解説をしております。このチャンネルが始まって間もない頃の動画なのでクオリティはしょぼいのですが、各技術への影響を確認したいという方はそちらも後ほどご覧ください。リンクを概要欄に貼っておきます。まずはシェイクハンドとペンホルダーではラケットの面が向く方向とラケットヘッドの向く方向がそれぞれ異なる。この前提を押さえておきましょう。ジャンプせずにフリックする場合、シェイクハンドとペンホルダーで面の出方が違うということを押さえた上で、まずはそれぞれのラケットを使ってジャンプをせずにフリックする場合を比較してみましょう。この場合はボールに対して前腕が横方向から侵入していることがわかります。そしてこの状態からボールが飛んでいくようにラケットの面の方向を調節していきます。ここでペンホルダーとシェイクハンドでラケットの面が向いている方向が同じということは、裏を返せばこの段階で手首の向いている方向はすでに違っているということです。そしてこの状態からフリックで攻撃していくにあたり、攻撃するからにはクロスとストレートのどちらも狙えるようにしておきたい。そう思った時にシェイクハンドの場合は少々窮屈ではありますが、手首を開いてクロス方向を狙うことができます。イメージとしては水谷隼選手が得意とするクロス方向への流しフリックのようなイメージです。ところがペンホルダーの場合は手首を開いてクロス方向を狙うことができません。これは先ほどの手首の向きの違いによって起こる現象です。人間の手首というのは前後方向への可動域は広いが、左右方向にはそれほど動かすことはできない。この性質が今回のこのジャンプをせずにフリックする場合において、シェイクハンドでは手首の前後方向への動きに該当するのに対し、ペンホルダーでは手首の左右方向への動きを強いられているといった状況を生み出している。よってこのジャンプをせずにフリックする場合においては、ペンホルダーでは手首を開いてクロスを狙うという選択肢が取れません。では代わりにどうするかというと、方法は2つ考えられます。まず1つ目はクロスを狙うためにやや打球点を遅らせて打つ方法。
そして2つ目はより体を台上に侵入させてクロスを狙える体勢まで持っていくという方法です。しかしこれらの方法にはそれぞれ欠点があります。まず1つ目のやや打球点を遅らせて打球するという方法は、文字通りクロスを狙う場合とストレートを狙う場合で打球点が変わってくるため、それが相手にとってのコースの読みやすさにつながる材料となってしまうこと。クロスを狙うために一瞬ためを作ってしまえば、相手にああこいつクロス狙ってるやんってバレてしまいますし、バレたからといってそこからまたストレート狙いに切り替えようとすると、今度はフェイントを入れている分だけ体の力が分散してしまい、フリックの威力が出にくくなったり安定感が下がってしまったりといった弊害が起こってしまいます。次に2つ目のより体を台上に侵入させてクロスを狙える体勢まで持っていくという方法は、体をその位置に持っていくまでの距離が長くなるので、シンプルに戻りが遅くなってしまうということ。そこまでリスクを取って大きく回り込みフリックを打つ必要があるのかという疑問が残ります。ただ唯一ダブルスで左利きの選手がレシーブをする際には、この位置からの仕掛けが非常にやりやすいというメリットがあります。卓球台に邪魔されることなく打球体勢を作ることができるため、シングルスでなかなかフリック攻撃ができないという左利きの方は、まずはダブルスでのフリックレシーブを鍛えてみるといいのではないでしょうか、というのは私の実体験に基づいた不況でございます。さて少し話がそれましたが、このジャンプをせずにフリックする場合をまとめると、まず前腕がより水平な状態で台上に侵入するということ、そしてそれによってペンホルダーでは手首を開いてクロス方向を狙う動きができないということ、そしてそれを解消するためにできることはいくつかあるが、それぞれデメリットを伴うといった感じになります。ジャンプしてフリックする場合、それでは次にジャンプをしてフリックするとどうなるのか見ていきたいと思います。この場合、まず台上に向かって侵入する前腕の角度が変わります。ジャンプせずにフリックした場合に水平に侵入していた前腕が、ジャンプをすることによって垂直方向に向かっていることがわかります。これがどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。シェイクハンドの場合は先ほどのジャンプしない場合とそんなに変わらず、クロス方向へ打とうと思ったら手首を開いて狙いに行く必要があります。それに対してペンホルダーの場合は前腕をひねればクロスを狙えるという状態に変わりました。そして実際にやってみるとわかりますが、このクロスを狙う際に必要なひねりもそこまで窮屈なひねり方ではありません。さらにこのジャンプしての前腕ひねりですが、クロスを狙うにしてもストレートを狙うにしても打球点を変える必要がありません。さらにクロス狙いとストレート狙いを変えた時のラケットの動きが少なく、対戦相手から見ると分かりにくいというのも大きな特徴。これまで出てきた手首を開いてクロス狙いというやり方では、手首を開くことによってラケットヘッドの位置が大幅に変わるため、クロスを狙っているのかストレートを狙っているのか比較的バレやすかった。しかしこのジャンプしての前腕ひねりの場合、目に入ってくる情報はラケット面がストレート方向を向いているかクロス方向を向いているかの違いのみで、ラケットヘッドの向きは一貫して下向きでほぼ変わらない。さらにその分かりにくさの原因はラケットの動きの少なさにとどまらず、プレイヤーそのものの動きの情報が少ないからという理由もある。手首を開くという動作が物理的な位置の変化を伴う動作であるのに対し、前腕をひねるという動作は前腕の位置自体は変わらない。これによって視覚から判別できる情報がさらに少なくなってしまうといった感じで、ペンホルダーの選手がジャンプしながらフリックすることによって、より前腕が垂直方向の向きで台上に侵入することでラケットヘッドが下を向き、それによって前腕のひねりだけでストレートとクロスを打ち分けることができるようになり、それが相手にとっての分かりにくさを中心とした数々の恩恵をもたらすということがわかります。こちらの図を見ていただければわかる通り、やることとしては狙ったコースに沿うように前腕を振るだけなので、振りのスタート位置は同じ場所で構わないわけです。そしてこれだけ相手にとってコースが読みにくい要素が揃っていることから、一撃必殺の技術として成り立ちやすく、だからこそ戻りが遅くなったとしてもそこまで気にしなくてもよく、戻りが遅くなるジャンプというリスクをあえて取ることができる、そんな技となっているわけです。ペンホルダー選手の回り込みジャンプフリックはテクニカルな身のこなしが必要である反面、これだけのメリットが得られるからこそ実戦でも使われるようになった技術であり、逆に言えばシェイクハンドの人がジャンプフリックをほとんど使わない理由であるとも言えるでしょう。まあシェイクハンドの人は強力なチキータが打てるので、いちいち回り込んでフリックする必要はないんですけどね。シェイクハンドの方が強力なチキータが打てる理由はまた後日動画で解説したいと思います。お作法。さてここからはこのジャンプフリックを打つための体の使い方を簡単3ステップで解説していきたいと思います。まずは体の使い方を覚えて、その上で球を出してもらいながらの練習をすると感覚がつかみやすいかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。なおここでは巨金選手に敬意を表し、左利きの選手を想定して解説を進めてまいります。右利きの方は逆の足をイメージしながら聞いていただければと思います。それではやっていきましょう。ステップ1、踏み切った右足の位置に左足を着地させる。まずは右足で踏み切って左足で着地するという動作に慣れておきます。右足で踏み切って左足で着地、右足で踏み切って左足で着地。
この動作に慣れてきたら、徐々に右足を踏み切った同じ位置に左足を着地させることを意識してみましょう。床に円とか何か目印があると分かりやすいかもしれませんね。ステップ2、踏み切った右足を振り子のように外へ投げ出す。ステップ1の動きをマスターしたら、踏み切った右足を振り子のように外側へ投げ出すような動きを意識してみましょう。この動きによって上半身の重心が外へ流れていくのを防ぎ、打球後に素早く戻るための体勢が確保できます。この辺にムカつくヤスがいることを想定し、アウトサイドキックをお見舞いするといった腹積もりでも OK です。踏み切った右足でアウトサイドキック、踏み切った右足でアウトサイドキック、こんなイメージですね。ステップ3、右足振り子に合わせてラケットを前方へスイング。右足を外に投げ出すタイミングで左手を前方に振ってみましょう。この前方への振りがフリックの打球動作になります。横にいるムカつくやつを足気にしつつ、前にいる友達に握手を求めるイメージでいきましょう。アウトサイドキックからのよろしく、アウトサイドキックからのよろしく。以上で基本的な動きは身につけることができます。あとは実際に球を出してもらいながら、踏み切りの位置、そしてタイミングはいつがいいのか、そしてその際自分の体をどの辺に飛ばせばいいのかなどを徐々に掴んでいきましょう。なお、巨金選手は実戦では右足踏み切りで右足着地のようなトリッキーなパターンも使いこなしております。コツがつかめてきたらいろいろ試してみるのがいいのではないかなと思います。というわけで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。巨金選手のフリック動画をはじめ、今回の動画でご紹介した映像等はすべて概要欄にリンクがございますので、よろしければチェックしてみてください。最後になりましたが、最近更新頻度が落ちてしまっておりますことをお詫び申し上げます。細く長く続けてまいりますので、今後とも当チャンネルの動画を楽しみにしていただけましたら幸いです。それではまたお会いしましょう。さようなら。